確かにありがとうございました。朝からね、もうツーショットとかお話し会して楽しかったよ。こんばんは。広島行きで若くです。待ってます。会えて嬉しかったね。会えて嬉しかった。ありがとう。今日はお洋服がめっちゃリボンついてる一日でした。リボン、ここにもリボンがあって、リボンリボンリボンでした。買いすぎて手に召しかけたけど今日もなんとか出て。ありがとう。可愛くて大好きで苦しかった。ありがとう。こちらこそありがとうだよ。もう可愛い。やった。触覚も可愛かった。よかった。今日触覚褒められた。今日なりなれ覗いたけど明るくすぐ来なさいよ。来てよ。次が最近タバカンまつげもね褒めてます。仕事で行けなくて、あら仕事、また会えるとき会おうね。明日来てくれる。よかった。行けなかったけど可愛かった。ありがとう。写真またあげるね。可愛かった。怒ったかな。なんで怒らせてたな。明日の大人子、明日でもね大人になるか正直わからんくって、なんかももは何しても大人じゃないかもしれないけど許してね。大人じゃなくても許してね。そう、こんばんは。大人じゃないの、わかんない。大人かわかんない。した大人もさんの予定だけど、なんか大人にならん気がしてるからちょっと。私がたくさん大人だっていうの。やった。みんなが大人って言ってくる。40歳くらいまで大人なれば大人って。さすがにさ、30歳でも絶対大人だよ。20超えたら絶対みんな大人扱いだよ多分。もう大人だけど。そう、なんか今日はメンバーもファンの人もいろいろ褒めてくれて、なんかヘアアレンジもファンの人もメンバーも上手だねって言ってくれたり、触覚いいねってファンの人が言ってくれたり、まつげも褒めてくれたり。あ、そう、今日チークも褒めてもらったんだよね、メンバーのみんなに。嬉しい。今日いっぱい褒めてもらったよ。最近チークも変えたから嬉しい。20まだまだ子供？嘘。立派な大人だと思ってた、20歳は。明日も触覚ある。どうだろう、下ろしてたらないかもしれんけど。褒められでいい。そう、褒められでいい。今日はそう、お昼はのり弁でした。のり弁っていうかわかんないけど、なんか魚とのりが、ね、アイシャドウとチークのカラカラけど、やったー。最近は青みピンク、あ、これアイシャドウが持ってるよ今。こんな色です。前ね一瞬だけ配信で見せたんだけど、最近は青みピンクのメイクをしてて、チークもそれに合わせてるの。アイスも美味しかった。あれめっちゃ美味しかったんだけど、パカッ。まだね使い始めだからめっちゃ綺麗。のり弁美味しいよね。
でもじゃあ大人会なのもない。ゆっくりでいいや。久しぶりに顔見えて幸せです。ありがとう。私も嬉しかったよ。お高いそうだよ。ハーゲンダッツ。久しぶりに食べましたハーゲンダッツ。なんかね半分半分でちょっとビターなチョコと甘めのチョコなんかな。美味しかった。すごい。今日早め。なんでかっていうと。明日起きれなくなったら怖いから今日は早く寝るために配信が早いんですよ。本当に明日が一番怖くって もう明日が一番目が開いてない可能性があるからもう絶対に今日早く寝て明日もうみんなとパッチギおめめで話せるようにしたくって本当にねなんかそう絶対明日パチクリ頑張るので目を開けて楽しむので今日は早めに今日はそんなペうんでもねやっぱお話会場に行くまでは眠たいけどお話会場に着いてみんなと話したら目が開く理由が子供やけなんかさ私本当になんか公演の次の日とか本当に起きられん子なのねそうだからなんでだろうねみんなめっちゃ起きてるのに私結構弱くって朝に本当にだから明日がちょっと怖いなって思ってて朝4時間目は絶対目開いてるよ目開いてるかもね体調はもう万全な形でみんなと話した方が私も楽しいしみんなをもっと楽しませれると思うしそうだからそう早く寝るよ1時間目撮ってるから楽しみましょうえいやでも今日はね大丈夫だったと思うんだけどな明日わかんないけど頑張るそうあくび隠した。帰って配信するまでがお話し会。え、今がじゃあ今もうお話し会ってことか。明日私も明日早起き頑張ろう。頑張ろう。おう。こんばんは。こんばんは。あくびがつった。もう夜だもんね。話しか来てくれるの？ありがとう。嬉しい。待ってるよ。明日行くよ。本当に？やった。2日連続あるの結構今回珍しいから。楽しみにしております。3時間目から参加します。待ってます。なんか明日ツーショット何時間目だろう。確認してない人。個人的にはリアルが明日。リアルが明日が最後だから梅作ろうねありがとうなんかもうそうたくさんね思い伝えてくれて嬉しいなって思うしでも寂しいっていう気持ちもあってあ5時間目ありがとう5時間目ってことは最後明日今日はめっちゃ一番1時間目で明日はまさかの最後っていうわあいつもねどっちかなんか最後が多いいつもツーショットうん休婚されてないよ休婚されてないです
大阪まではついちゃったらしたしたね。今から結婚してもいいですか。ダメー片手だから片手バージョンしかできなかったお母さん先生そうだよ、これママ譲りだよ。ママが丸こっちしようってやるから、いつも私もそれやるの。明日最初のポーズ決める時間なんかね、少なかったよね。こだわられた感じ、泣かないで結婚願望がないってわけじゃないんですけど、なんか別に今は何も考えたことがなさすぎてそうですね、そういう感じです。早いうちに考えた方がいいです。やばい早いうちに考えた方がいいんですかね考えたことがないからもう実感がないですね、本当に。って言いながら、そう、永遠に独身かもしれない私20代半ばで独身彼女なしないで泣かないで。じゃあ明日彼女ができるおまじないかけとくね。明日彼女ができますように。19歳、そうだね、なんかね、多分ね、周りにもちろん、まあ、周りにいないから、結婚してる人はまだいないから何も考えたこともないし、そう、全然今は何も思ってないんですけど、おうちに今日もかけた、ありがとう、嬉しい。あ、スクショしたらよかった、こうやってできるね。絶対に幸せになったじゃん。ありがとう、そう言ってくれて。幸せに行きますわよ。こんばんは、こんばんは。周り増えると気になる感じが、じゃないかな。まだなったことがないかわかんないけど、たぶん、まあ、もうあのねむこちゃんとかがいつか結婚したら、あ、もういないわって言ってると思うよ。焦り始め、わかんない。でもなんかどう、わかんない、本当にね、考えたことがないけん自分が焦るかどうかもわからんけど、そう、1週間前に好きな人が別の人と帰っても、つらいつらい、忘れるんだもうその言葉。ねむこちゃんが基準なのやっぱ同い年の子たちだよね。派手なのがいじめなのね。そんな、なんか大きいさ、なんかさ、大きいのを開催したいと思ってないですね。家族とかお友達だけで、周りのそう、天子組さん来てくれるんですか。全然もう決まってもない何も
何も決まっていないさ、もう考えたこともないのにこんなこと言って、絶対結婚しようなんてあちこちのアイドルに言ってる。何？あちこちのアイドルに言ってんの？え？瀬戸内の妹聞くたびもーちゃん思い出して嬉しい、これからも思い出してどうなるかわからないな、こんなわがままな人誰もこんなわがままな人はちょっとね、誰も受け入れてくれないかもしれないわ。ももこ組全員の招待状作ってた気が早いですね。お話し会楽しかったです。これからお気をつけて帰ってね。うちの娘は二人とも結婚してるけど、結婚式してない。あ、そうなんだ。でも今はねあるよね、そういう最近多いよね。うん、わがままより可愛いからちゃ。ほんと？わからんよ。めっちゃわがままかもしれん。知れんよ。めっちゃわがままかもしれん。とりあえず卒業週間後結婚後、絶対ないので安心してください。本当に。もう何があってもないです。その。ないです。もう私はずっとこの4年間4年半もうずっとアイドルのことしか本当に考えてないから、本当にねそれだけはね言っとくそれだけは言っとこう。本当にそんなね、あのアイドルの活動以外のことで本当に考えたことがないので。ちゃんとそう全力だったからアイドルにそうだから他のことを考える時間もなかったし、なんか自分の個人のなんかことなんだろう、そうだね、本当にそうかも全力アイドルでした。本当にいつが一番楽しかった、でもいつが楽しいとかいつが楽しくなかったとかなくって、まあ、悩まなかったことがないと言われたら嘘になるんですけど、ずっと楽しかったかな。なんかないな、楽しくなかったっていう期間が別に、私は悩みはあったけど、そう心折れちゃうこととかもあったけど、楽しいっていう気持ちはね変わらなかったです。こんばんは、こんばんは。配信とかもやる？もちろん。お勉強もしなかったし、アイドルに一生懸命だったからお勉強しなかったなとか言いながら、ごめん、それはちょっとねごめんなさい、サボってました。お勉強の方は本当に申し訳ございません。アイドルに集中しすぎてお勉強のことも忘れちゃってましたのちゃんのその言葉が聞けてる楽しいよ、だって本当に新しいショット見た時とか特に、そう、なんか新しい公演とかそういうなんか新しい曲を披露するとか、みんなになんか喜んでもらえるだろうなって思う時はすごい
ワクワクしてた。なんかそう喜んでもらえるかなみたいな感じで、そう、卒業メンバーとかとも行く、うん、安否とか LINE してるよ。こんばんこんばんは。あ、 MV の朝が早かった、寒かった、それはね、その時寒かったらその寒いことはちょっと大変だけど、でも撮影自体は楽しいから、そう、おたかつに一生懸命で仕事しなかったのと一緒です。一緒？一緒かな一緒なのかな いやでも推し活に集中することはもうとてもいいことです。このままずっと2月だったりね。ね。いろんなコスプレをアイドルだからできたこといっぱいあるからね、本当に。集中しすぎて仕事遅刻する。大丈夫、怒られない程度に。仕事の安定とかも目いっぱい書く。ああ、そう、結構書いてたかも。なんか趣味とか鬼書いてた。なんかこれ。推し活も仕事も全そうだ、ね、両方全力大事、両立は難しい、そうだよね、私も両立は難しい。回せ待ち、わかんない、もう来てるかな、どうだろう。ネイル始まる、ネイルはわかんないですネイルもしたことがないので、なんかそのマネキュアぐらいしか、なんか私って中学校3年生で入ったから、ピアスとかそういうネイルとか髪を染めるとかも何もやったことがなくて、だから何が自分がしたいのかもまだ分かってないみたいなそうなんで、な、普通にしないのが当たり前の日々っていうか、まあ、そのルール的にダメだったから、そう、まだ分からないのよ何がしたいのか、うん、ネイルには本当、でもね、ちっちゃい予定、なんかめっちゃてね、子供っぽいです。ボブにしちゃう、でもなんかいつかボブにしたいよなと思ってる。黒目、そうなんですよ、手にほくろがある、少し染めたり、その少しね髪を染めたりとかするかもしれんけど、チャレンジしたいとか、そうね、高速厳しい私立の高校にいた子みたいなそうだねそうだね、うんちゃんが金髪って叩いてる、みんな嫌なのね私のわかんない、その時何を自分がしたいって思うのかわからないけど、何かしたいって思った時は自分の好きなようにしようかな。まあでも言うて変わらん気がするんだよね、わかんないけど、今こんなこと言ってもわかんないけど後で変わっちゃうかもしれないか、わかんないかあれだけど、今んとこ別になんかめっちゃこれがしたいみたいなことはないですフフ
いつかボボモちゃんね、ボボモちゃん多分そう、でも成人式終わるまでは絶対切ってない、切らない、そうポストしてくださいイムちゃん、中身はでも性格は絶対変わってないと思う、もう本当にもっと、いやもっと大人にならなきゃなって精神面で思うことは多いけど、基本的な性格は絶対変わってないと思うこんな感じだと思うよ。アンピちゃんね、確かあんまり変わってない、でも可愛い、可愛いが増してまして、いつ見ても可愛いんですけど、アンピちゃんあ、もうちょっとついたかもしれない、いい意味では頑固さ変わんないと思う。うどん好きも変わらないよ。見た目が変わっても根っこはモモちゃんだから僕らの思いは変わらない。ありがとう。絶対モモだよ。このままだよ。そう。アンピ、いや他のメンバーも撮ってるけど、最近よく話したのはアンピかな。ミオリンとかも。卒業発表した時とか連絡くれて話したりして、そうですね、桃子組は連絡と、桃子組元気って、違う空を眺めていたって忘れない忘れない、髪長い子がボブすると無条件大好きなんだな、くだりがしたかったそうだよね、二十歳になったらももかさんになります、ももかさんですなんか自分がさ二十歳ってさ、なんかすごい変な感じ。じゃあそろそろ読みましょうかね。届けましょうかね。ももちゃんメールいっぱい投稿してください。待って、ママ線が待って、ママ線が待ってるの。よみやん。10歳のテリーピーさんありがとう。ジェニーのヒロピーさんありがとう。父のまえちゃんありがとう。10位のひなっぴさんありがとう。9位のエビサマさんありがとう。8位のヨシコッコくんありがとう。7位のドラガンさんありがとう。かわいいももちゃんのお話すごく楽しかったよ、大好き、ありがとう。6位のコウジさんありがとう。今日はありがとう、楽しかったよ。明日もよろしくね、明日もよろしくね、ありがとう。5位のたかきさんありがとう。お話し会のツーショット会ありがとう。この後ケーキ食べ、あ、言ってたやつかいっぱい食べな、ありがとう。ふくちゃんありがとう。今日は楽しかった、明日もよろしくね、よろしくね、めっちゃ話して楽しかったよ、ありがとう。3位のふみさんありがとう。ももちゃん大好き、ふふありがとう、もも2位のピオーネ 4WD さんありがとう。1位のとしさんありがとう。ずっともかのそばがいい。今日の髪型可愛すぎて大好きすぎて、お、嬉しい、今日は好評な髪型やったね、ありがとう。読めてない人はいないかな。10位のゆうさんありがとう。10歳のひろぴーさんありがとう。2回言ってたらごめんね、ありがとうございました。早起き頑張るよ。明日夜中まで仕事だから頑張れ、頑張れ。明日会いましょう、明日会いましょう、夢でも会いましょう。ももちゃん今日の髪型も洋服も買いすぎだ、やったー、頑張ってよかった、ありがとう。配信ありがとう。これから落ち着いて、気をつけて、来てくれた方も気をつけて、明日来てくれる方も待ってます。2日来れなかったらまた別の日に会いましょう来れる日に。
大人も頑張るわ。でも大人じゃないかもしれんけど頑張るわ。寝坊しない、寝坊しないように。ではありがとうございました。またね、バイバーイ。またね、また明日、おやすみ。